どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。連日、ゴジラマイナスワンの動画のご視聴ありがとうございます。皆さん、もちろん昨日の時点でご存知だと思いますが、改めて言わせてください。ゴジラマイナスワンがアカデミー賞史上初、そして邦画やアジア圏で史上初のアカデミー視覚効果賞のノミネートという快挙を成し遂げました。山崎隆監督をはじめとした制作スタッフの方々、本当に本当におめでとうございます。興奮しているので言葉が足りずに申し訳ありません。でもそれくらい感極まってしまっています。邦画の歴史を変えた瞬間に立ち会えたという喜びを噛み締めています。そして、まるで自分のことのように嬉しく感じています。言葉をいくら並べても尽きないです。皆様に最大級の賛辞を送らせていただきます。最高の作品を世に送り出していただき、本当に本当にありがとうございます。これからも全力でバックアップさせていただきます。よろしくお願いいたします。また、昨日の生放送に参加してくださった、堀田館長こと田中美桜さん、連日 X などで温かいメッセージを送っていただき本当にありがとうございます。 YouTube 活動を始めてゴジラマイナスワンを推し始めて早1年と3ヶ月、まさか出演者であり重要なキャラクターである堀田館長を演じる田中さんと一緒にアカデミー賞のノミネートの発表を見ることになるなんて思いもしませんでした。ご一緒できて本当に光栄でした。貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございます。これからも全力で推させていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そして、普段から大ちゃんの映画部屋をご覧になってくださっている皆様、本当に本当にありがとうございます。ゴジラマイナスワンという作品に出会えて、皆さんと繋がれたことは、俺にとってとても大切なことです。昨日の生放送は3万人以上の方が視聴してくださり、勢いの凄さにいい意味で圧倒されました。ゴジラコンテンツを推すようになり、ゴジラマイナスワンの情報発信をしている最中に、心ない言葉をぶつけられたりして、結構傷ついたりすることも正直言ってありました。でも、いつも皆さんの優しい励ましのコメントや、面白いコメントに心を救われています。ここまでやってこれたのは皆さんのおかげです。本当に感謝しかないです。何かしらの形でお返ししていけたらと思っています。今は感謝の言葉しか伝えることができず、本当に申し訳ないです。これからもゴジラマイナスワンはもちろんのこと、自分が面白いと思った作品を皆さんにお伝えして、映画館に人を呼び戻すという自分のさらなる目標の達成のために頑張っていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。しかしながら、ゴジラマイナスワンがアカデミー賞視覚効果賞にノミネートされたことは、とんでもないことなんです。1927年から催されているアカデミー賞は、アメリカ映画の祭典と言われることが多いことからもわかる通り、基本はアメリカ映画を対象とした映画賞であって、作品の選考対象も1年以内にロサンゼルス地区で上映された作品のみであると、比較的限られた選考基準が定められている賞ではあるんです。でも、その知名度と世界三大映画祭よりも古い歴史を持つ賞であるため、映画市場への影響力は国際映画祭の各賞以上に大きく、受賞結果が各国の興行成績にも多大な影響を与えるものでもあります。ここまでアカデミー賞に関しての説明をしてきましたが、単純になぜゴジラマイナスワンがアカデミー賞に選出されたことがすごいかというと、視覚効果賞へのノミネートが、まず、アジア映画史上初ってところなんです。100年近い歴史があるアカデミー賞の歴史において、怪獣映画、そしてアジア映画が初めてノミネートされたってやばくないですか？さらに、VFX 部門で映画監督がノミネートされるのは史上2人目であり、受賞した実績があるのは、時計仕掛けのオレンジ、2001年宇宙の旅の監督で知られる、スタンリー・キューブリックでして、今回受賞となれば、アカデミー賞の歴史において、山崎隆監督は、史上2人目の受賞した監督となり、キューブリック監督と肩を並べることになるんです。
いや、出てくる名前が凄すぎて動揺しますよね。そして視覚効果賞は過去にはスターウォーズやタイタニックやアバターなどの作品が受賞しているビッグな賞であり、そんな名誉ある賞にアジアで初、アカデミー史上初めてゴジラマイナスワンはノミネートされたんですよ。もうこれは快挙を通り越して伝説ですよ。教科書に載るレベルの驚異的な出来事が昨日起こったんです。そう、まさに歴史が変わったんです。その瞬間に立ち会えたって喜びは本当に計り知れないです。今動画の収録をしているこの最中も手が震えています。衝撃が強すぎて本当にもう夢を見ているかのごとく頭がぼーっとしています。それくらいとんでもない出来事が巻き起こったんですよ。ちょっとその興奮を分かってもらいたいので、昨日の生放送のアーカイブで受賞の瞬間を切り取ってきたので、ここでもう一回見てみましょう。司会の方が笑ってしまうほどゴジラマイナスワンという名前が読み上げられた瞬間の歓声が凄まじかったので、そこを特に聞いてほしいですね。それではどうぞ。来た。The creator. Godzilla minus. あ、来た。来たぞ。来た。Volume 3. ゴジラ来た。Mission Impossible: Dead Reckoning. やったね、みんな。来たぞゴジラ。おめでとう。おめでとう。山崎隆監督。来た。田中さん、おめでとう。The nominees are.やったぞ、みんな来たぞ。ゴジラか、来たぞゴジラか。アカデミー視覚効果賞ノミネートだぞ。来た。やあ、手が震える。俺も手が震えた、手が震えた。いやすごい、すごい。俺はもう感動した。ごめんね、なんかほらアルファベット順って昨日説明したからさ、俺さ、ザをさ入れてなかった、クリエイター。そう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 、ゴジラの時のノミネートの時の歓声やばかったな。でもうわーみたいな感じ。いや、田中美穂さん本当おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。館長、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 ちょっと俺ごめんなさい、俺本当ごめんなさい、俺ちょっとマジでちょっと今泣きそうになってるわ。普通にごめんなさい、ちょっと俺言葉が出ない、マジでごめん。みんな生放送来てくれてる人本当ごめん、ごめん。ちょっと俺今本当に今言葉が出ない、マジで。いいのよ、いいの。やっさん、スパチャナイスパ。いや本当ごめん、みんなごめんごめん。でもね、俺今ちょっと喋れない。はい、もう俺が言葉が出ないくらい感動してしまって、見に来てくれている方々には申し訳ないことをしてしまったんですが、まさに感極まるとはこのことなんですよ。それを体現してしまいました。ちなみにゴジラマイナスワン以外のノミネート作品はザ・クリエイター、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3、ナポレオン、ミッション・インポッシブル・デッド・レコニングパート1なんですが、ちょっと正直言ってゴジラマイナスワンが受賞する気がしています。メンツ的に対策映画が揃っているのは間違いないんですが、なんか勝てる気がするんですよ。皆さんもそう思いませんか？ゴジラマイナスワンを推しているからと言われたらそこまでなんですけど、なんか今回はゴジラマイナスワンが圧勝するような感じがしています。だから早く受賞発表が見たいですよね。受賞発表は3月11日であり、2ヶ月近くまた時間が空いてしまうので、ちょっとモヤモヤするかもしれません。でもご安心ください。きっとこのノミネートで様々なことが起こるので、モヤモヤしている余裕はなくなると思います。おそらく国内での需要が高まって上映関数の増加につながり、ゴジラマイナスワンがまたランキングを賑わせてくると思います。やはり著名な賞レースでのノミネートなので、大きな話題になりますからね。すでにテレビ、新聞などでも速報として大々的に報道がなされており、明らかに以前と状況が変わってきている気配がしています。俺が過去の動画で解説したことがあるんですが、2020年にアカデミー賞作品賞を受賞した韓国映画パラサイトがいい例でして、ノミネート後に急速に動員が上がり、全米では当初の2倍の興行成績を叩き出したんです。そういったとんでもない出来事も起こる可能性があります。まだわかりませんが、
海外での上映延長などもあり得るかもしれません。状況が判明次第皆さんには逐一報告していきますね。今日は少し興奮しているので言葉足らずでごめんなさい。この辺で一旦動画は終わりにしますね。明日はさらに濃い話をしたいと思います。重ね重ねになりますが、ゴジラマイナスワンの関係者の方々、本当におめでとうございます。そして大ちゃんの映画部屋のリスナーの皆様、いつも本当にありがとうございます。引き続き大ちゃんの映画部屋ではゴジラマイナスワンとゴジラマイナスワンマイナスカラーを押していきます。皆さんも一緒に応援していきましょうね。最後になりますが、まだゴジラマイナスワンを劇場で鑑賞されていない方、もう一度鑑賞しようか迷っている方、ぜひ劇場に見に行きましょう。そしてゴジラマイナスワンマイナスカラーも続けて見に行っちゃいましょう。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。